緑衣の鬼巨人の探検初週の夜人手盛りの銀座通りを大きな白っぽい海溝がちらりちらりと非常な速さでかすめ通っていたペーブメントを行列してゆく群衆はハッと幻惑させる稲光に思わず立ち止まって その海溝の源を突き止めようと空を見上げた空には星がきらめいていた稲光ではないおやなんだあんなところでいたずらして嫌がる M 百貨店の屋上にその高原があった炭礁灯なのだ M 百貨店は創立20周年の大売り出しをやっていた夜間営業の景気づけに昼間のアドバルーンに代わる単商灯がくるくると帝都の空を照らし回っていたのであった単商灯係のいたずらかあるいは素通りしていく群衆の注意を引くためかサーチライトは空ばかりでなく時々は銀座の歩道をなめて通る。 銀座にも空き家がある。まるで歯の抜けたように真っ暗な大商店の空き家がある明るいショーウィンドウの前ではさほどでもないサーチライトがそういう空き家の正面にぶっつかるとにわかに高度を増して真っ白くまるで映画の銀幕のように輝くのだ「君見たまえあれよ今恐ろしいものが映ったよ」。 見たよ。人間の顔もあれだけ大きくなると怖いね夜店の屋台と屋台との冷やわい薄暗い電柱の下に二人の洋服男が佇たずんで向こう側の空き家に映った途方もなく大きな人の顔について話し合っていた顔が映ったのはほんの一瞬間であったが そのの巨大さはベラボーな階段じみたものであった。サーチライトの発光が3階建ての空き家を昼のように照らし出していた時突然誰かの横顔が建物いっぱいの大きさでヌーっと真っ黒な影を映したのだ。おそらく、 百貨店屋上の炭章灯の前を通り過ぎた人の顔であろうけれど物言い,いたげな唇高い鼻震えるまつげまでが実物の千倍万倍に拡大されて3階の建物を覆い隠していった有様はすぐその下を歩いている群衆の小さな姿に引き比べて何か恐ろしい悪夢にでもうなされている感じであった」。 面白い。もう少し見ていようじゃないかまた何か映るかもしれない君らしいね探偵小説の発端にでもしようというのかいうん何かの発端になるかもしれないだが考えてみると影というものは怖いねえ。 もし太陽みたいな強い光源が手近にあるとしたらこの僕の小さな体が東京全市を覆うことだっていや日本全体を覆うことだってできるんだからね君は朝鮮半島ぐらいの人の顔を想像できるかい会話でもわかるように 影の恐怖について説いている洋服男の一人は大江八甲という探偵小説家であった3 5五6歳痩せ型の背の高い男折り目のなくなった黒っぽい背広を無造作に着て贅沢な塔のステッキに寄りかかっていた黒いソフトの下から無禅の骨張った顔がのぞいている もう一人は探偵作家と仲良しの帝国日日新聞記者折口幸吉であった年は八甲よりもずっと若く30になるやならず派手なシマスコッチのダブルブレストがぴったりと身についている年は若いけれど社会部記者にその人ありと知られた警視庁詰めの敏腕から。 サーチライトは群衆の上を走り回っている3階の空き家へも時々チラチラと光を投げるけれど探偵作家が待ちかねているような影はなかなか映らない行こうよもう映りゃしないよ折口記者がまだ未練を残している発光を促して 車道を横切るために23歩歩き出した時またしても向こう側の空き家がパッと明るくなったそして今度はどうしたわけか炭礁灯がそこを照らしたままじっと静止してしまったのだそれと見ると大江八甲は動かなくなった折口記者も肩を並べて立ち止まらないではいられなかった こちら側から眺めていると空き家の前は偶然人通りが途絶えて真っ白な建物を乱す影とてもなかったフィルムのないスクリーンだそこへ一人の若い婦人が通りかかった非常に若いお嬢さんかもしれない何気なくさも無邪気にサーチライトの光の中へ歩み行った 細かいところまでは見えぬけれど白い顔優しい歩きぶりドレスの着こなし美しい人に違いない一足ごとにハーフコートがひらめきスカートが揺らいでコツコツとかわいらしい靴音が聞こえるようにさえ感じられるおい見たまえ。折口記者は八甲の声にビクッとして。 彼の指さすところを見た真っ白に浮き出している3階洋館の屋根の辺りから何かしら黒いものが降りてくる電柱よりもっと太い棒のような黒い影だそれが1本2本3本4本5本。 まっすぐではない異様に折れ曲がっているそして五本の曲がった棒は根元で一つになっている折れ曲がったままぐわぐわ動いている動きながら徐々に下へ降りてくるなあ手だ手の影だあまり大きすぎるので判断しにくいくらいだけれどよく見ると ベラボーに拡大された人間の手首の影に違いなかった下を歩いているかわいらしいお嬢さんはまだ建物の半分も横切っていなかった頭の上から悪魔の指が下りてくるのも知らないで同じ歩調で歩いていたおかわいそうにお嬢さんはあの途方もない巨人の手につかみつぶされてしまうのではないだろうか 黒い手は3階から2階2階から1階へと拡大鏡の中の巨大な雲のように薄気味悪く這い降りてきたそして何か蝶々でもつかむ時のように折れ曲がった指を大きく開いておいてギュッと握りしめたのであるお嬢さんはその1匹の蝶のように見えた 真実、巨人の指につかまれた可憐な蝶であったおかしいぜ偶然にしては影と実物とがうまく合いすぎているじゃないか探偵作家が思わずつぶやいた次の瞬間にはお嬢さんが影のいたずらに気づいた様子でぎょっと立ちすくんだ。 思いもかけぬ恐ろしい幻影を見た若い女の異様な恐怖が遠目にもはっきり分かった早く逃げればいいのに彼女は走る力もないのか巨人の指に押しつけられでもするようにそこにうずくまってしまったそして何かしきりと両手を動かし身をくねらせてもがき苦しむ様子に見えた おや、この美しい娘さんまでが影と気を合わせてお芝居を始めたのであろうかすると巨人の手はパッと光線の中から消え去ったが瞬く暇もなく今度こそ実に恐ろしいことが起こったもう決して偶然ではない再度屋根から這い降りてきた悪魔の手には 刃渡り1錠もあるかと思われる黒い探検の影がブルブル震えながら歩道にうずくまっているお嬢さんをめがけてさっとひらめいたのである幻聴であったかもしれない探偵作家は「キャー」という鋭い悲鳴を聞いたように思った。娘さんは 真実探検に刺されでもしたかのごとくもう身動きをしなかった恐ろしい目的を果たした巨人の探検は空に向かって消えていったその刃先からは非常に大きな血の滴りがポトポト落ちていたのではないかとさえ感じられた。 最初巨人の手が現れてから探検が振り下ろされるまで書けば長いけれど数十秒の出来事であった群衆の多くはそれを気づきさえしなかった気づいた人もとっさにはその意味を悟りかねて躊躇していたそれゆえ歩道にうつぶしたまま起き上がらぬ娘さんに不信を抱いて 群衆が彼女の周りへ集まる頃には大江八甲と折口記者とは電車道を飛ぶように横切ってもうその現状に達していたどうしたんででですす気分でも悪いのですか太った中年の洋服紳士が倒れている娘さんの肩に手をかけてしきりに揺り動かしていた。 おや気を失っている彼はそれを確かめるとびっくりしたように群衆の輪を見回した素早い折口記者は娘さんに走り寄っていきなり抱き起こしたしっかりななさいいででもないのですよ彼は乱暴すぎるほどに失神者を揺すぶりながら耳のそばへ口を持って行って。 大声に怒鳴った娘さんは案の定非常に美しかったつつましくお化粧をした顔が透き通るほど青ざめて目を閉じたまま動かぬ表情がきれいな老人形のようであった羽のついた装飾棒ビロードのハーフコートの下に絹のスカートが乱れている 決して女優ななどではない派手な清装はどこかお呼ばれの帰り道なのであろう折口記者は娘さんの顔を覗き込んで一生懸命ゆすぶっているうちに「はっ」と記憶がよみがえってきた「そうだ絹川よしえさんだ」。 妹のの学校時代のお友達だ家へ遊びに来たこともある23度口を聞き合ったこともある妹がクラス中で一番美しいと言っていたのを覚えているあのセーラー服の少女がこんなに立派に美しく成長したのだ「衣川さん衣川さんしっかりなさい」。 彼が名前を思い出したのと、衣川義江の美しい目がぱっちり開いたのと、ほとんど同時であったあら、すみません。んたししどうしたんでしょう。でょびっくりしたように、急いで立ち上がろうとしたが、よろよろして折口の両手に支えられた。老人形の顔にさっ 桃色の世紀がよみがえった僕折口ですよもうお忘れでしょうがあなたの同窓の折口信子の兄ですよまあ折口さんのお恥ずかしゅうございますわあたし今恐ろしい幻を見ましたのこんな道の真ん中へ倒れたりなんかして 美しい人は大きな目をパチパチさせてそんなことをつぶやくと深くうなだれてしまったそのころはもう黒山の人だかりであった彼らの周りには人の顔が鈴なりになって線の目がじっとこちらをにらんでいた「折口くんともかくここを出ようじゃないかその横丁に自動車がいるから」 探偵作家が促して群衆の中に道を開いたので折口は芳枝さんを抱くようにしてその後に続いた3人とも円卓のクッションに収まるまではほとんど夢中であった何か晴れがましい舞台の上で演技でもしているような妙な自意識に悩まされたお宅は 折口が尋ねると、もう気力を回復したよしえさんは、余裕ぎですの。それから私今ささもとって申しますの。と少し言いにくそうに答えた。ではもうお嬢さんではなかったのだ。しかしお嬢さんのようにうゆい,いしい奥さんであった。 自動車が走り出してから折口は吉江さんを大江八甲に引き合わせたすると吉江さんの方では八甲の著書を読んでいて彼の顔さえも写真で見覚えている様子であったどうしてあんなにびっくりなすったのです百貨店の屋上で誰かがいたずらしたんですよサーチライトの影だったのですよ しばらくして探偵作家は最前から不審に思っていた点に触れてみたええ影っていうことは知っていましたのでも少し訳があるものですからよしえは何か怖そうにして口ごもった「やっぱりそうだ何かあるのだ」。 タクシーの中なんかで話せない深い深事情があるのだ。そうでなくていくらいたずらにもせよ百貨店の屋上で物騒な探検などがひらめくはずはないのだあの不気味な影は偶然でなかったのかもしれないよしえさんが通りかかるのを見すまして何者かが企んだ恐ろしい演技であったかもしれないだが それは一体何を意味していたのであろう読者諸君は最初サーチライトの影が現れた時大江八甲が「何かの発端になるかもしれない」とつぶやいたのを記憶せられるであろう探偵作家の直角が当たったあの影は全く 何かの発端であった今のところ捉えどころのない妙に奥底の知れぬ怪異の発端であった笑う影笹本よしえのうちは代々木の外れ。 まだ昔ながらの武蔵野の雑木林が少しずつ残っているような物寂しい場所にあったアスファルトの新道路で車を捨てて折れ曲がった生垣の間を一丁ほど行くと樹木に囲まれた二階建ての洋館が星空に黒くそびえていたあれがそうですの。 よしえが先頭に立ってほのぐらい常夜灯の光の中を歩いて行ったがもう一つ曲がると彼女の家の門に出るというところでふと立ち止まったどうかなすすったんでよしえが立ち止まったまま動かぬので折口記者がその顔を覗き込むようにして尋ねた。彼女は、 答えることもできなかった。何か非常な恐怖に襲われたらしくじっと前方の地面を見つめているそこは T 字型になった細い道路で多分ここからは見えぬ笹本家の門頭であろう明るい光線が曲がり角から向こうの路面をくっきりと照らし出しているのだがその白い道路の上に 大きな影帽子が長々と横たわっていた。通行人の影なれば動くはずだ。動かないところを見ると、立ち止まって考え事でもしているのか。それとも、吉江さんが帰ってくるのを見済まして、彼女を威嚇するために待ち構えていたのか。影帽子は門頭のすぐ前に立っていると見えて、 路面の黒い人物は異様に巨大であった。長細く、いびつに伸びた顔の部分だけが、たっぷり2メートルはあった。大江八甲は走り出そうとしていた。ひととびに角を曲がって影の正体を確かめてやろうと、一歩踏み出した時であった。さすがの探偵作家を立ちすくませてしまったほどの、 異様な声が聞こえてきた威嚇するような高い声ではなかったそうではなくて聞き取れるか聞き取れないほどの低い低い笑い声であったその笑い声につれて地面の影の間延びの下唇が大きく波打つのが見えた その声には大の男をぞっとさせる響きがこもっていた人間の声のようではなかった命のないもののけの笑い声であったうつろな狂気の笑い声であったそして何かしら忌まわしい出来事の前兆を告げ知らせる笑い声であった八甲は 一切な立ちすくんだけれどすぐ気を取り直して走り出しただが彼が角を曲がるのと地面の影がさっと消え去るのと同時であったもうそこには誰もいなかった白白とした門頭が低い石の門柱とそれに続く生垣を照らし出しているばかりであった 誰もいやしませんよ。大丈夫ですよ。僕たちは少し影というものに神経質になりすぎていたのですよ。大江が快活に呼びかけたのでよしえさんもやっと安心したものか折口と肩を並べて門中の方へ近づいてきた通りがかりの人が。 立ち止まって思い出し笑いでもしていたのかもしれない堀口が言うと大江も相づちを打って笑い出しただがよしえさんだけは笑わなかったいいえそうじゃありませんのよあれはお化けです笹本を病気にしてしまった悪魔ですでも 詳しいことは家の中で申し上げますわ。さ早くお入りくださいませ。よしえさんは小走りにポーチに駆け上がって呼び鈴を押した。すると、うちからカチッと鍵を回す音が聞こえて、ドアを開き、まん丸な顔の小女がおずおずと覗いた。この家は、 女中までが何かに怯えている様子だ探偵作家と新聞記者はあまり広くない客間に通された大変手際よく飾りつけてはあるが家具や装飾品もさして立派ではないし椅子なども布張りのクッションのついた遠い椅子で間に合わせてある「豪奢な生活とは言えない」 このの洋館も多分は借家なのであろう。やがて好江さん自身が紅茶を持って入ってきたコートを脱ぎわざと帽子を取っていたがコートの下は略式のアフターヌーンで品の良いオレンジ色の絹物の色つや肘から上を緩やかなパフにした可愛らしさ。 青ざめてはいたけれど透き通るように美しい顔と照りはえて2人の客は「おやこんなにもきれいな人だったのか」といまさらのように驚かされた彼女がお茶を並べ終わらぬうちに開けてあったドアの向こうから黒っぽいナイトガウンを着た彼女の夫笹本静雄が入ってきた。 病中だものでですす。から、こんなふうで失礼します本当に思いがけぬお世話様になりましたそうで丁寧にお礼を述べた後で自己紹介をしたが笹本静雄といえば少しは知られた童話作者であったいかにも詩人らしい風采で 濃い髪を少女のようにおかっぱにしているのだが久しく手入れをしないのか青白い額の上に鬱陶しく乱れかかり口にも顎にも真っ黒に武将ひげが生えてその上目が悪いのか青い眼鏡をかけているので一層病人病人した憂鬱な様子に見えたご病気に触るといけません。 どうかお休みになってください。お互いの挨拶が終わった後で折口記者が言うと、静雄は力なく笑いながら答えた。いいえ、こうしてお客様があるのが、僕には大変ありがたいのです。一人ぼっちになると怖くてたまらないのです。 お笑いなさるかもしれませんが僕たちは悪魔に取り憑かれているのですよ悪魔って言いますともしお差し支えなければお話しくださいませんか大江が尋ねた探偵作家の好奇心からばかりではないありがとう。 実は今よしえとも話し合ったのですが大江さんは犯罪研究の専門家でいらっしゃるし折口さんは警視庁詰めの記者でいらっしゃるしちょうど幸いだからもしお嫌でなかったらこの数日来の変な出来事をお話しして一つ判断していただこうじゃないかということになったのですが。 判断できるかどうか分かりませんがともかくその変な出来事というのを聞かせてくださいませんか別に込み入った話ではありませんただ妙な男の影が私どもにつきまとっているのですそれだけのことですがどういう理由でそんな影が現れるのか 私たちには全くわからないのです。聞けば今門のところでその影が現れたということですがあなた方も多分あの嫌な笑い声をお聞きなすったでしょう。あの声です。育児のない話ですが僕はあの影と笑い声とに悩まされて病みついてしまったのですよ。 <laughs> 笹本は照れ隠しのように陰気に笑ってみせたその影というのがどんなものかは今晩の二度の経験で私たちにも大体わかるように思いますがいたずらにしては少し念が入りすぎていますねいいえ 決してたただのいたずらじゃありません。何かぞっとするような悪意が潜んでいますあ。もっと恐ろしいのは、あいつは正体がなくて、影ばかりだということです。血も肉もない、へらへらした影ばかりなんです。僕は、お化けなんて信じない方ですが、しかしあいつばかりは、 お化けよりも恐ろしいやつですいつごろから影が現れ始めたのですか1一週間ほど前です書斎で仕事をしていますと昼間ですよ西日を避けるために閉めてあったカーテンに大きな人影が映ったのです誰だいと声をかけても 返事ももししなければ身動きもしません変だなあと思っているとそいつが突然笑い出したのですあの低い声で内緒話みたいに笑い出したのです僕はなぜかぞっと水をかけられたような気がしましたしかし勇気を出してカーテンを開いてみたのですが 窓の外にはカンカン日が照っているばかりでひっそりとして人の気配もなかったのです裏の雑木林へ逃げ込んだのかもしれませんね足跡は注意なさいませんでしたか後で調べてみましたけれど芝草が生えているのでよく分かりませんでしたしかしそいつが雑木林へ逃げ込むなんて暇は とてもなかったのです真っ昼間の階段ですあいつは影だけを持っていて実体のないやつだとしか考えられません笹本は真顔で言うのだそれだけではないでしょうねええむろんそれだけじゃありませんその日以来 ほとんど毎日一度は同じ影を見るようになりました。いつでも釣り金マントを着たような裾の開いた影なのです。帽子はかぶっていません。もじゃもじゃに縮れた毛がはっきりと映ります。そして決まったように例の陰気な嫌な笑い声を立てるのです。 いつも書斎ですかい,いえ同じ場所へ二度現れることはありません夕方庭の椅子に腰掛けていてあいつの途方もない長い影が地面に映るのを見たこともあります夜遅く台所へ紅茶の道具を取りに行くと台所の電灯がついていてそこのすりガラスの戸に あいつの影がいっぱいに映っていることもありましたその時なんか笹本は大きな叫び声を立てたかと思うと気を失ってしまいましたのよよしえさんがささやくように言葉を挟んだお恥ずかしい話ですが本当なのですそれ以来 不眠症と心機更新を起こしてご覧のとおり病人になってしまいましたあの化け物はどこへでも現れるのですこの部屋の窓へ出たこともあります寝室を襲ったこともありますしかしあいつはいつの場合もただ低い不気味な声で笑うばかりで 怒鳴りつけても口答えをするではなく別に品物を持っていくわけでもありません全く目的がないように見えるのですそれだけに一層恐ろしい気がします家内は存外平気でしたそれというのが影の現れるのは 僕一人いる時に限っていたからです <laughs> これは見ないものだから僕の怖がるのを幻だろうなんて笑っていたほどですが今日こそ思い知ったでしょう大江発行は聞くに従ってこの「怪事実」に不思議な興味を感じないではいられなかった。 お化けでないいことは分かっているだがおばけなんかよりもずっと恐ろしい悪だくみかもしれない何かお心当たりはないのですかそういう念入りないたずらをしそうな友達とかそれとも何かあなたに恨みを抱いている男とかええそんな心当たりは。 少しもないのです。笹本は喉にたんの絡まったような妙な声で答えたそして照れ隠しのようにもぞもぞと体を動かした八甲はその様子を見てふと「この男は何か隠し立てをしているんだな」と感じたが深く尋ねるのも礼儀でないと思ったので。 そのまま話を先へ進めた相手が捉えどころのない影なのだしただ笑い声を聞かせるだけで別段害をしないのだから今警察の保護を求めてみたところで大して効果を期待することはできなかったともかくこういう寂しい場所に住んでいらっしゃるのはいけませんね。 もしできれば引っ越しをなすってはどうでしょうかたとえ影の方でどこまでもつきまとってくるにしてももっと隣近所のにぎやかなところへ転落なされば危険も少ないしそれに気分も変わりましょうしええ私もそう思いますわこんな気味の悪い家もう一日だって。 芳恵さんは言いさしてハッと言葉を止めた突然黒火ロードで大荒れでもしたように目の前が真っ暗になったからである家中の電灯が消えてしまったのだ故障かしら誰かが闇の中で虚勢を張るようにつぶやいたがその実4人が4人とも。 日頃物おじをしない新聞記者までも時が時であったのでぞっと身をすくめないではいられなかった誰も身動きもしなければ物も言わなかったただ目だけが闇の中の八つの目だけが申し合わせたように部屋の一方に注がれた そこには窓があった。闇に目が慣れるにしたがってその窓のすりガラスがだんだん明るく見えてきた故障はこの家だけなのか外の道路の常夜灯の光がおぼろ月夜のようにぼんやりと映っているだがあれは一体何だろうそののげな光の中に、 薄墨をぼかしたような大きなものの影が見えるではないか気のせいだ気のせいだと打ち消しても怪しい影は刻々にはっきりしてくるばかりであった人の姿だ頭の毛は笹本が言ったとおりもじゃもじゃに縮れ乱れている肩から下はぼやっと広がって いかにも釣り金マントでも着ている様子だあああいつだこの得体の知れない化け物は最前から部屋の中の話を立ち聞きしていたのかもしれないそれが伝統の消えたために偶然暴露したのかもしれないだが影の男は動かなかった。 動かないばかりか部屋の中の四人をあざ笑うかのごとくまたしても例のしわがれ笑いを始めたガラス戸越しなのでその声は一層低く不気味さもひとしおであった何かしら深い深いホラー穴の中からのようなあるいはまた八十九十の老いぼれたおじいさんの一本も歯のない口から漏れるような シュ,ーシューという響きを伴う実に異様の笑い声であったその笑い声に混じって暗闇の中に「よしえさんのであろうハッハッ」はっはっという荒い呼吸の音が聞こえ始めた気を失いそうな恐ろしさを歯をかみしめて踊り狂う心臓を押さえつけて じっとこらえていいる息遣いだもう少しこのままにしておいたら彼女は泣き出すかもしれない夫の笹本にしがみついて赤ん坊のように泣きわめくかもしれない大江八甲はその想像に耐えられなかった彼女の恐怖を思いやって肉体的な痛みをさえ感じた彼は 闇の中で椅子をガタンと言わせて立ち上がると、窓に向かって突進した。早くもその気配を察した折口記者も遅れてはいなかった。もう一つの椅子がガタンとなった。二つの国営が窓のところへ達したのがほとんど同時であった。力を合わせてガラスのが上へ押し上げられた。冷たい焼きがさっと流れ込んだ。 生垣越しに見える常夜灯を遮るものは何もなかったく者は早くも逃げ失せてしまったのであろうかそれともそいつは笹本の言うような影ばかりで本体のない化け物なのであろうか。

丸い頭ばかりであった振り向くと室内では笹本夫妻がひと塊になって不思議な彫像のようにじっとしていたひじか椅子にもたれ込んで青眼鏡を窓の方へくぎづけにして真っ青になって身をすくめている笹本その笹本の膝の上にうつぶして両手で彼の体にしがみついている オレンジ色の絹の塊のようなよしえさんおい外を調べてみよう発酵が意気込んで折り口をかりみたうん調べてみよう笹本さん懐中電灯ないでしょうかあああります待ってください今持ってきますから。 大江と折口とはそれを聞くと次々に窓を乗り越えて庭へ飛び降りたやがて窓越しに懐中電灯が手渡されその光を頼りに広くもない庭中がくまなく捜索せられたが人の気配さえ感じられなかった足跡についても 影たずんでいたとおぼしき地面を綿密に調べたけれど天気続きの上に一面の芝草なのではっきりしたことは分からなかっただが全く収穫がななかったのではない。入念な創作を終わった探偵作家と新聞記者とは汚れた靴下を脱いで素足になって元の部屋に戻ってきたが。 八甲の右手に、何かが大切そうに握られていた。こんなもの、お心当たりはないでしょうか。手のひらを開くと、金色に光る小さな丸いものが現れた。ロケットのようですね。笹本が覗き込むようにして言う。 そうのようです。あなたの時計の鎖から取れたのではありませんかいいえ、僕もヨシエもロケットは持っていませんが、どこにあったのです窓の外の芝の中から見つけたのです。キラキラ光っていたのですぐわかりました。この頃、あなた方の他に庭を歩いた人はないのですか 客はありましたが庭を歩いた人なんて一人もありませんそれに僕たちにはそんなロケットを持っていそうな友達はないのですよねえ君。ええ私も少しも心当たりがありませんわするとこの美しいロケットはあのおばけが落としていったのかもしれませんね まあ。四人は思わず顔を見合わせたメダルの形をした金製の小箱ヘラヘラした影ばかりの化け物にはあまりにそぐわぬ持ち物ではないか中に何が入っているか開けてみましょうロケットは人々の熱心な注視の中で パチンと音を立てて開かれた。写真だ。女の豆写真ですよ。四人が順番にそれを手に取って眺めた。見覚えのない顔だ。しかし最後に吉江さんがその写真を一目見ると、彼女は思わずあらっと小さな叫び声を立てた。 知っているの笹本は心配そうに尋ねるええー、あい,いえそうじゃないわやっぱり知らない人よふっとある人を思い出したのよでもよく見るとそうでもないわ彼女は目を伏せて少し頬をあからめながら答えた。 おかしい。本当は知っているのに違いないそれを下手な技巧でごまかそうとしているのだだがなぜか笹本は深くも追求しなかった可憐な芳江さんを気の毒に思ったのかもしれないその肖像は30歳くらいの美しい婦人の りから上だけを切り取った,ものであった髪の結い方がひどく古風なところを見るとよほど年代を経た写真に違いない因果詞も色あせていたロケットが影の遺失物かどうかはにわかに断定できないけれどなんとやら怪しい節があることに吉江さんが知りながら隠そうとしているのは 何か深いわけがありそうだ。これ、僕に貸してくださいませんか少し調べてみようと思うんです。発行が何気ない体で言うと、笹本は少し困った顔をして、チラッと吉江さんを見合った。彼女が迷惑するのではないかと気遣っているのだ。すると吉江さんは照れ隠しのように、 ええそうしてくださるといいと思いますわお化けの落とし物なんて気味が悪いわそれに専門家の先生に調べていただければとまだ少しほてった方で大江を見上げた専門家じゃありませんよしかし僕は秘密というものに興味を感じるたちですからいろいろ 考えてみたいと思うのですで結局ロケットは大江発光のポケットに収まった何かと話し合っているうちに夜が更けて12時を過ぎてしまった笹本夫妻は遅くなったから止まっていくように進めたけれど。 妙な事件のためにいかに打ち解けたとはいえ初めての訪問に泊まるわけにもいかなかったそれに夫妻はひどく怯えているけれども影の怪物はただ笑い声を聞かせるだけで別に危害を加えるのでないのだから大げさに泊まり込んだりすることもないように思われた大江と折口とは 明日の夕方にはまたお邪魔するからと約束していとまを告げることにした美しいね帰りのタクシーの中で二人は顔を見合わせて微笑みあった僕は後にも先にもあんなあどけない可愛らしい目を見たことがないよ。 赤ん坊みたいに無邪気な目だじっと見つめられると何も言えなくなる笹本君は幸福だね大江八甲は日頃に似合わないフェミニストになってしきりとよしえさんの美貌を称えるのであった彼らは明日の訪問がむしろ楽しみであった。 奇怪な影への好奇心もあったしかし少なくとも大江八甲にとってしえさんのあどけない目がそれにも勝る誘惑でなかったとは言えないだがその明日の訪問は果たして楽しかったであろうか何かしら予期せぬ返事が突発するようなことはあるまいか よしえさんのあどけない目は彼らを無事に迎えてくれるかしらもしや彼女の顔をさえ見ることができないほどの恐ろしい出来事が待ち構えているのではあるまいか緑色の恐怖。 その翌日折口幸吉は新聞社の食堂で夕食を済ませてから約束に従って探偵作家に電話をかけたがちょうど来客中で手が好き次第後を追うから一足先に出かけてくれということであった折口は一人で社の前から円卓を拾った代々木に着いた頃には もうとっぷり日が暮れていた。昨夜のように大通りで車を捨てて生垣の道を少々ビクビクしながら通り抜けるともうそこに見覚えのある石の門柱が立っていたうちがひっそりと静まり返ってなんとなく空き家のような空虚な感じであったがポーチの横の書斎の窓に 赤々と伝統がついていたのでそれを目当てに門の内へ入っていった窓にはぴったりと黄色いカーテンが閉め切ってあった多分あの向こうに主人の笹本が青い顔をして腰掛けているのだろうと想像しながら近づいていくとその明るいカーテンの上にひょいっと黒い人影が映った。 やっぱり書斎にいたんだな。しかしあの影は街灯を着ているじゃないかナイトガウンにしては裾が広すぎるおやそれに頭がおかっぱではないようだぞちじれっけだもじゃもじゃしたちじれっけだ折り口はぎょっと立ち止まったあいつだあいつの影だ。 だが待てよこれは少し変だわいあの影は部屋の外側からでなくて内側から映っているじゃないかすると影を作っている本体は笹本の書斎の中に立っていることになるじゃないかそんなバカなことが起こり得るのだろうかだがいくら見直しても頭はもじゃもじゃだし どこかしらお化けじみたあの感じに思い違いはない彼はだんだん動機が早くなってくるのをどうすることもできなかった相手に悟られてはいけない悟られぬように隙見をしてやろう正体を突き止めてやろう彼は忍び足で窓のそばへ近づいていっただが残念なことには いい。くら探してもカーテンに隙間がない実に念入りに締め切ってあるでは中から回ってやろう彼はやっぱり足音を忍ばせながらポーチへ上がっていったすると「これはどうしたことだ」「呼び鈴を押すまでもなくドアは開け放ったままになっている」 ゆうべはあんなに用心深く鍵までかけてあったのに変だぞだが大きな声で呼ぶわけにもいかないくせ者が逃げ出してしまうからだ彼はとっさに決心しておわびはあとでするつもりで靴のままホールに上がって書斎のドアへ忍び寄っていったするとちょうどその時 折口をびくんと飛び上がらせたほど恐ろしい叫び声が聞こえてきた魂も縮み上がるような何か得体の知れぬ動物の鳴き声に似た叫び声であった女ではない男だもしや笹本の声ではないだろうか笹本がどうかされたのではあるまいか折口はもう音を立てるのも構わず 書斎のドアへ飛びついていった。だが、ドアは開かない。内部から鍵がかけてある様子だ。笹本さん笹本さん大声にどなってみた。しかし、ドアの向こうは、墓場のようにシーンと静まり返って、答えるものもない。誰かいませんか笹本さん 折口です。誰もいないのですか内中に響き渡るような声で叫んでも誰も出てくるものはなかったそしてその代わりに書斎のドアの内から不思議な答えが聞こえてきたあの笑い声だ老いぼれじいさんのしわがれ笑いだ 地獄の底からのような低い笑い声だ「誰だそこにいるのは誰だ!」しかし相手は無感動にただ低く笑い続けるばかりだやがてその声も糸のように細っていってぱったりと消えてしまった折口は心臓が寒くなるような。 嫌な気分に襲われてもう逃げ帰ろうかと思っただがさっきの叫び声が笹本の口から発せられたとするとこのまま逃げ出すわけにもいかぬあれは確かに生命の危険を意味する死に物狂いの声であった笹本の安否を確かめなければならないふと気がつくと ドかぎ鍵なからほそいひかりがもれていたああこれだおりぐちはいきなりそこにしゃがんでかぎなにめをあてたするとちょうどかぎなのしょうめんへやのまんなかにながながとよこたわっているものがあったみだれたおかっぱのとうぶみおぼえのあるくろっぽいナイトガウン 笹本静雄が倒れているのだなおよく見ると赤いものがちらと視野に入った笹本の横たわっている体の下に真っ赤な液体が流れている何だろうああ分かった血だ血が流れているのだ笹本は殺されたのかもしれない 血の色が折口を半狂乱にした。彼はいきなり立ち上がると全身の重みでドアにぶっつかっていった二度三度メリメリと音がして鏡板が叫び調子がいの釘が抜けるとドアはいびつになって室内に倒れた折口はその隙間から書斎の中へ飛び込んでいったぐるっと。 と部屋を見回しても別に人の気配もない怪物は早くも逃げ去ったのであろうか最善の窓が開け離されて黄色いカーテンがほのかに揺らいでいるともかくも負傷者を解放しなければならない笹本さん呼んでみても何の反応も起こらぬ。 ガウンの胸が開いて白いシャツにべっとりと血の塊だ歯を食いしばった土色の顔胸の前で空をつかんだ断末魔の指なんという無ごたらしさだ折口は死人のそばへおずおずと近づきながら脈拍を見ようとしてぐっと身をかがめた。 その途端ガクンと大地震のような衝動を感じた何かしら硬くて重いものが力を込めて後頭部へ打ち下ろされたのだ悪魔はいつの間にか足音を立てないで彼の後ろへ忍び寄っていたのである折口の頭部が機械的に振り向いた そして失神する一瞬前の開いた網膜が一つの物体を見たそれは一人の人間であったかもしれないしかし彼の視神経にはもう全体の形をつかむ力はなかった何かしら非常に鮮明な緑の色彩だけが感じられた 彼はそのるるようう。なな緑色を生涯忘れることができないできいあろう彼はかつてこれと同じような色のイモムシを見たことがある世の中に何がいやらしいと言ってイモムシほど不気味なものはない白いのは我慢ができるまだらのやつも我慢ができるだが どんな木の葉よりも鮮明な緑色の芋虫と来てはどうにも我慢ができないほどいやらしいのだ折口の衰えゆく視力が捉え得たものはその緑の芋虫を連想させる色彩の一物であったたちまち鮮やかな緑色を塗りつぶすように彼の目の前に 黒ビロードの闇が覆いかぶさってきたしーんと耳がすんで全身が深い深い水の底へ沈んでゆくように感じられたそしてかわいそうな新聞記者の体はくなくなと床の上にくず折れていったのである。 恐ろしき影は笹本を殺害したそして折口記者を殴打コンをせしめた影とはそもそも何者であるかあのいやらしい緑色のものは何を意味するのかこの物語は怪談ではない影はやがて読者の前にその正体を暴露するであろう それにしてもその者は一体何の目的で笹本を殺害したのか一見無意味のごときこの殺人事件にどのような深い秘密が隠されているのか笹本義恵はどこへ行ったのであろうもしかしたら彼女もまた夫に劣らぬ恐ろしい運命に苛まれていたのではあるまいか